ていただける月1000円弱で1本8役だから、もうコンシーラー美容液が1個100円以下でね、安っ、そう手入れできます。しかもね、抗菌パフがなんと5つもセットになりまして、これ高いのよ、このお値段ですよ、6598円は本日だけの特別価格なんですよね。今日だけです、送料も無料です。これ1年ぶりなんです、うん、売れすぎて毎回できないんですね、放送が。で、成分が高すぎるものを世界中からかき集めて、うん、取り合いの成分ばっかりのスター選手を92種類入れてます、はい、でちょっと見ていただきたいのが、はいはい、こちらですね。まずはこちらかな、はい、はい、なんでね、アンさん珍しいクッションファンデ見たことあるけどプレートがあったわっていう方、うん、はい、これはなんと美容成分、もともとスキンケア成分にお色をつけてるファンデーションで、夏場ってファンデーションのオイルに美容成分入れてるとやっぱドロドロになっちゃうんです、どんな肌の方も若くても、うん、だからスキンケアに色つけました。ということは美容成分をしっかり閉じ込めるために蓋をしなきゃいけません、はいはい、ということでのプレートなんですが、 なんと一石二鳥で、やっぱり私たちまあ50代とかになってくると、うん、メイクしながらもう汗かいて毛穴開いてメイクしながらもうした途端崩れてるみたいなことないです。開きますわ、ね、開きますよね、はい、それを避けるためにですね、肌温度をひんやりしながら、肌毛穴引き締めながらメイクができるひんやりプレートになってます。なるほど。で、塗った瞬間美肌膜が張って美容成分閉じ込めて、外サラサラ中しっとり、あら、いいわ、はい、そして12色の宝石パウダーでくすみもカバーして日焼け止めもしっかりできるという優れもの、すごい、これ他にはないと思います。ちょっと見ていただきましょうか、うん、はい、私さっきも一回やったんですけど、化粧水つけていただいたら、はい、適量取っていただいて、トントンスススス、寝ぼけまなこであーって顔にパッパッパって塗ってると、うん、はい、鏡見たら旦那さんが起き上がってくる頃にはもう15秒旦那さんより早く起きるだけで、見てください、こっちの手塗った方、塗ってない方上です。あら、綺麗。塗った方ってツヤ玉が出て光の輪ができてるでしょ。本当だ。これが美肌膜って言って、こんなツヤが出てるけどネバネバしてません、サラッとして中潤ってます。で、これどういうことかっていうと、多角形パウダーが手をつないでピンって張り合って、うん、美肌膜が出て笑ったりするシワにめり込みにくいようにストレッチをしてくれるんですね。なるほど。この手法が韓国ならではで、日本でなかなかできない、うん、韓国の女優さんたちがなぜあんなむき卵と陶器のように肌がツルツルかっていうと、この美肌膜ファンデを使ってるからなんですね。なるほど、うん、しかもこれ12色のコントロールカラー入れてるので、肌色のちょっと赤みだわっていう時にはグリーンとか、うん、木薬みだわっていうところパープルが勝手に反応して AI みたいに透明感になるから、すごい、日焼け肌さん、色白さん、皆さん使えて、しかもこれドボン、水につけても、はい、水を弾いてくれて、本当だ、そうそうそう、だからね、ちょっと部活してる娘さんもね、ちょっとね運動するお母さんも使えるし、いい、それで思いっきり拭いたけどついてない、ついてないし、この後、うん、マスクでゴシゴシしても、うん、マスクにつきにくいから、もう夏ってさ、セリーさん、うん、メイク直してさ、せっかくでも汗かいてちょっとマスクしながらご飯食べててした時に、こっちに色はついてるし、こっちドロドロだし、べっとりベージュですよねー、これみっともないの、どうしても綺麗にね過ごしたいっていう方は、これ、うん、肌も綺麗に見えてリフトアップしながら綺麗でずっといられるので本当おすすめです。それはいいわ。ということで、うん、なんでこんなに優れたファンデーションなのかと言いますと、アンさん、はい、これです、うん、まず塗った瞬間この肌好きっていうナチュラルに仕上がるのに、うん、隠したいカバー力はあって、うん、もう今日焼け止めしないと肌トラブル、夏の肌トラブルの原因っていうのは2割が加齢で、うん、8割が紫外線なんですね。8割が紫外線、そうだから、やっぱ紫外線カット夏制する人は春の美肌を制すると言われています。あら、制しないと、そうということで、外にいても SPF50PA4+、 国内最高値で日焼け止めしながら、家の中にいてもね、家電で日焼けする時代じゃないですか。そうなんですか。そうなの、携帯からもね、電化製品からも出てます、この近赤外線ブルーライトもしっかりカットするんですけど、パウダーの形がうちのそもそも違います、うん、よそのってね、三角とか四角のパウダーっていうとこ多いんですけど、やっぱ隙間できるんです、はい、そこから崩れたり油が出たり紫外線入っちゃったりする、うん、そうなんだ。うちはね、この見てください、多角形パウダーってジグソーパズルみたいだから、シワシミデコボコを手をつなぎ合ってフルカバーで、これが美肌膜になってピーンって張って、笑顔になってもシワにめり込みにくいようにストレッチ一緒に動いてくれる。だから綺麗なんだ。そういうこと。なるほど。そういうこと。はい。で、この美肌膜をピンパンと春メイクしたい方は使っていただきたいし、うん、次にリップってウルトラクリームってすごいこと。見た目的にピンパンで小顔に見えちゃうのでね。実はセリーさん、夏場は湿気で顔が一番たるむ季節。そうなんですか。だからこそピンパンキュッと上がって見える。用品を使ってほしい。しかもひんやりして肌毛穴を引き締めながらメイクできるもの、ここにあります。あら、しかも最安値です。うわ、5ヶ月分です。皆さん激安効果、はい、
でまだあるの、まだあるの、まだ自慢が続きますよ、はい、で12色のコントロールからここからがすごいです。あのアンミカさんね、道歩いててね、うん、あなた下地の色間違えてるわ、白浮きして顔が大きく見えてるわ、逆にくすんでるわって人に注意したいけど嫌われます、だからしません、うん、だけどここでちょっと違法法あります、見てください、はいはいはい、実はプロのヘアメイクさんっていうのは、うん、実は女優さんモデルさんすごいずるいことしてるの、実は私たちナチュラルに見えて、うん、あら抜き毛があるわね、赤みがあるわっていう方にはグリーンのコントロールからトントントン、あら気ぐすみがあるわ、北香り悪いだとか薄いピンクとか、うんうん、茶グマがあるわとかオレンジ、うんうん、こんなものをベースに使ってるんですが、みんなこれどこに売ってるのかも分かんないし、分からない、使っ買ったところで使い方大変、全く分かんないでしょ、だからセリーさん皆さん、じゃじゃん、アンミカこの中に内蔵しちゃいました、だから皆さんはトントン吸って、この抗菌パフ5つもついてきます、するだけで大丈夫、勝手に顔の色をもらって何百種類あるんですけど、自分でも分からへんやつをこの子が反応して透明感に変えてくれます、だから日焼け肌さ、ちょっと夏はくすむんです、日焼けして、そして冬は逆になんか青白くなっちゃうんですっていう方も色間違いがないんです、うわ勝手にこのファンデーションがやってくれるっていうこと、だから AI ファンデと呼ばれています、すごい、でこの条件が揃うのって韓国でもございません、あっても入ってる美容成分が高麗人参 PR 技術、今韓国に旅行行かない間に、うん、歯科成分とかいろいろ入ってますよ、歯科も入ってますよ、はいはい、であのカタツムリの実をうちっと入れますよ、関西でも入れてるんですよ、今なんと PR 技術が一番接近していて、これが韓国で高麗人参人参の人が本当になった張り紙で、これ中から貼ってみせるから、ダブルの張り紙でありながらちゃんと歯科成分で周りに抑えて、すごい、これが肌膜の中で一日中パックしながら見た目はリフトアップでコントロールカラーで透明感、うん、だからこんなファンでよそにない、だったら高くしていいんです、普段1万7000円するんですよ、5ヶ月分、うん、今日ありがとうございます、ということでたくさんのお電話いただいております、もうね残らずから受かってる、ありがとうございます、あの今日はたまたま先週の紫外線もまだまだこれから高くなりますし、確かにやっぱりね湿気が高いからね、どんどんそれが強くなってるからね、年重ねるとねどんどん毛穴開いてくる、毛穴夏悩む方これ使ってみてください、見てこれが何よりの証拠、塗った瞬間サーモグラフィーで、うん、あのうちのクッションファンデをむき出しにせず、うちに高い高いこの時代この、あのプレートを入れてるでしょ、うん、このプレートあるおかげでお肌温度がひんやりしながら肌毛穴が進みながらメイクができるので、これ冬も嬉しいですよ、お手にで毛穴開いちゃう方は、そうだそうだ、暖房とかじゃね、そう、あとね50代になるとどうせって毛穴開いちゃうじゃない、ほてってくるじゃない、そういう方にも最高なの、だからよそにないものが今日奇跡の瞬間立ち会ってます、皆さんこれ1年に1回の TSV たまたまチャンネル合わせてるから、あなたがラッキー、今日が一番安い、本当ね、ただもうねごめんなさい、もうね実はね半数以下とっくに過ぎておりまして、残りわずかに実は限りなく近づいてる、そうなの、ただ返品交換30日に可能だから、うん、使ってみるのがビューの近道ってあんたが信じてます、そう、生放送だから、うん、肌色違う2人に使ってもらいますね、アンさん本当に肌色違う人に合うのって言ってたけど、アンさん見てください、12色のコントロールカラーが AI のように顔の上にある何百種類の色に反応して透明感に変わっていく瞬間をまず見てください、色白さんとそれから健康的なお肌の方ね、そうです、はい、だって右から日焼け肌さん、左が色白さんです、はい、さあ使うのは化粧水だけです、今日はメープルウォーターの植物幹細胞を入った美容成分 95% の美容化粧水を用意しています、これメイクの上からでいつも刺繍できるし、髪の分け目にも使います、でこれ塗った後に、はい、あの持ち物を入れて、これパカンだけでトントン吸って寝ぼけまなこで旦那さんより30秒早く起きるだけ、それで適当にタラタラって塗るだけで技はいりません、どんどん美肌膜が張って粒子が丸でも三角でもないジグソーパズル型でピーンって張って小顔に見えて、夏は湿気でね軽いのも見えますから、それでもうコントロールカラーで AI 効果終わりです、ちょっと見てください、1分もかからなかった、まず30秒か、はい、30秒、まずは左側のね色白さんからビフォアが左側なんですけれども、まあ、ちょっと頬のところとかがね赤みが目立ちますが、右側見てください、赤みとそばかす色白さんのねちょっと気になるところですけど、綺麗な方なんですが、色ムラが簡単にカバーできるのはコンシーラー使ってない、厚塗りじゃない、夏の厚塗り誰も注意してくれません、はい、ドロドロ崩れてくるけど薄付きでこれだけカバーできて時間がかかんない技がいい、これ一つですよね、なんかコンシーラーとか使ってないですからね、はい、本当に綺麗な仕上がり、ただ色白さんの空いわよ綺麗でしょっていう方いるんですが、ね、うん、横肌さんがどれだけ薬がカバーされるか、すごい、日焼けさん特有のちょっと茶グマと赤みが混じってちょっと何とも言えない色になるっていうお悩みが山本さんという方もあるとお伺いしました、はい、塗った瞬間ツヤ玉、これねネバネバじゃないの、サラサラなのになぜツヤか、美肌膜がピンと張るから光の反射が均一になってツヤツヤになってます、韓流の女優さんが使う美肌膜ファンデがここにあります、うわー皆
さん。今日一番わかりやすいの、もう文字使ってみて。もう皆さん、お電話が大変なことになっていますので、ここからが肌になりますよ。まとめ買いが非常に多いそうでございまして、ね、これが冬は美肌膜の中で美容成分 92% が張り弾力潤い、うん、もうツバメの巣とか歯科成分入ってますから、冬は冬で潤うし、うん、夏は夏でホテルをね、こう気になるわっていう、ちょっと肌が毛穴開くわなんていう方も、うん、冷やしながら肌毛穴引き締めながらツヤツヤの美肌膜と小顔ファンデになってます。これができるのが今日ご紹介しているこちらの、ね、ファンデーションなんですけど、150件以上の実はありがとうございます。もう残りわずかに向かって毎回完売しちゃって、やっと1年ぶりにご用意できました。このプレートファンデ、いわゆるクッションがむき出しだと美容成分たっぷり入れられません。 50% で終わっちゃうのは、うちは 70% 近く入れてます。すごい。だから美容液に色がついてるようなものを入れるので、うん、夏場ファンデーション塗ると崩れるから嫌なのやんさんっていう方も、はい、BB の感覚で塗れるのに、うん、美肌膜がピンって張るから毛穴どこ行った、虫眼鏡で見ないと毛穴わかんない。これね、旦那さんとか友達に悪口言われるのいい意味で、あなた高いお金使ってエステ行ったでしょ、ドカンって言われるファンデが UV に仕上がって、メイクも国内最高級の UV カットもできて、12色のコントロールカラーで、色選びに失敗しない、どんな肌くすみも透明感になるの。そうでね、あのまとめ買いの方が非常に多いんですけれども、よろしければこれ合わせ買いをお勧めいたします。レフィルの単品もございます。商品番号 706-568 でございます。こちら本日限りの特別価格3598円でございます。こちらね、実はあの今日ご紹介しているセットと一緒にお買い求めいただくと、こちらも送料無料でね、お買い求めいただけますから、合わせ買いおすすめですよ。そして先ほどアミカさんがおすすめいただいたこちら、メープルウォーターのディープモイストウルミスト、今回日本セットでご紹介。そうなの、逆に日本ですごく軽い容器です、割れません。1本冷蔵庫に1本お持ち歩きに、あと箱の裏には4000円くらいって値段書いてるので、今日だと1本2000円台で買えるから、うん、もらった人は4000円台って、あげた人はハンカチぐらいの値段って、ね、みんながハッピーだからもうあの4000円で買えるもんってね、お菓子ぐらいですから、それだったら綺麗になるものあげましょうよ。こちらのミストもすごく人気なんですけれども、なんといってもこれがダントツ人気を頂いている、これがシワ飛ばし美容液パウダーといいます。でラメじゃないです、ツヤ感です、うん、でイエローは目の横、口の周り、鼻の横の夕方茶色く赤くなるとこ、これ普通のファンデで消えません、うん、はい、イエローじゃないと消えない、うん、皮脂吸着しながらイエローをちょっとのせるだけで顔上がって見えます。あとシワの上のパープルとベージュを混ぜてバンバン使うと、ツヤ玉でシワ飛んじゃうの。すごい見た目、いろんな使い方ができるんだ。あと体の骨の高いところに塗っていくと腕細く、うん、足細く見えるから、あら、これむちゃおすすめで、こちらがですね、もうウェイトリストになっておりまして、ただしもう本当にこちらあの数が限られております。そしてなんといってもやっぱり圧倒的にお得なのがこちらでございます。だって韓国女優さんみたいな美肌膜ピン、あのツヤの正体は美肌膜ですね、うん、光の反射均一になる美肌膜で、シワにめり込まないストレッチ処方で、うん、しかもその中は潤沢な美容成分で1日中パックができて、12色のコントロールカラーで色選び失敗なしですから、ね、これ一つでそれができちゃうんですからね、はい、ということでお買い求めいただいた方から嬉しいお声たくさんいただいております。ご紹介いたしましょう、はい、進化してる、黄色も強くなく白ピンク寄りの色でもなく、つけたて時と時間経過時の色の差がほとんど感じられない、マスクつけて帰宅した後、鼻部分も見てみたけどほぼ崩れてなかった。そうなんだよね、そこがすごいの、ね、香りもほとんど気になりません、気に入ってしまいました。香りはオレンジ の、あの、うん、ハーブの香りですっと消えてくれるので、はい、湿気がある時でも大丈夫です。気にならないですよ。そして続いて美容液みたいなファンデーションという方です。保湿力があるのでベタつき感がない不思議な質感です、はい、まるで美容液みたい。マスクにもつきにくいですし、本当につきにくい、汗かきの私には夏場重宝します。簡単ですし日焼け止め感覚で使っています。ありがとう。しかもプレートがひんやりしますからね、うん、美容成分みたいというのはこのプレートだから美容成分閉じ込められますよ。そう、たっぷり入ってるんですよね、はい、そして続いてこちらです。とても良い、どれもいいお声ですね。ありがとうございます。つけ心地、香り、化粧のり、美容効果、どれもとても良いです。想像以上にフィット感や色味が良くなっていたのが嬉しかったです。ひんやり気持ちいいのとスッとすぐ馴染むので、いつまでもポンポンつけていたくなります。前の使ってくださってたんですね。これ塗ってない方ってね、やっぱり血管の色とかすごいんですが、こっちのツヤ感ですよね、うん、美肌マークすごい恐るべし。しかもよれにくいんですよね。そうなんです。そこがすごい。そしてもう一つご紹介しましょう、はい、満足、わかりやすい、いつもありがとうございます。オンエア通りのファンデです。やっほー、ね、簡単数で薄付きなのに毛穴カバー、くすみも目立たなくしてくれる、すごいクッションファンデです。
本当に購入してよかったです。本当に嬉しいです。褒められ肌になったとか、本当に何やってるの、エステやってるのって旦那さんと喧嘩になったと、お前へそくりでエステ行ってないかって怒られたなっていう方もいたんですけれども、説得してください、アンミカさんのファンデですって。でこれ UV カットも国内最高値、家にいても近赤外線とかブルーライト、家電から出るね、パソコンから出る日焼けなんて言われてますけど、これも全部カットします。窓ガラスを透過して肌をたるませる A 波もしっかりカットします。でいながら、普段日焼け止めしか塗らないとかメイクしない方もこれだったら薄付きで美容成分で1日中パックができて綺麗になります。はい、92種類の大人の美肌ケア成分、まずは、はい、中から外から張り感がすごいんですけど、まずピュアルジスなんぞやと、これ実はコーラーニンジン人生だしで、正体はザ・アジアです。あ、見たことあるでしょ。ある、韓国の国が認めた生産省のコーラーニンジン。うわ、ロビコンは10年間畑使えなくなるぐらい大変ぐらい上等であるんですね。これ干したり蒸したりすると麹ってこんなちっちゃくなるけど、コーラに増大します。そう、すごい高級なのに、そこに高いでしょ。でこれね、12年間で進化してできたのが RG2、 今世界中の美容家で取り合いです。アリ弾力すごいって論文に載っちゃったから大変、これを日本で買うかしか今のところ使えません。ここで買わない方は韓国行ってたって、めっちゃ高いです、美容家。これがもう元々日焼け止めファンデに入っちゃってるから、いちいちベースでこんなクリーム塗ったら出るのやってもいいの。はい、そしてゴールデン刺激や片つむり分泌液、ウルトサルのコンドラチン配合さ高いよ、中から張り感、外からピンとしたこの張り感の美肌膜の正体、ブルコーボベータグルタンです。張り感すごいのに幹細胞エキスが、バーコンコラニジン、ゴージャスで今流行りの歯科成分当たり前です。もうこの辺だけでも美容液単体としてもものすごい効果ですよね。今で話題ですよね、肌荒れ防止が必要です。そして私、漢方養生指導士で、はい、ハーブのアドバイザーです。世界中のいいものを厳選して肌ケアな引き締め、肌弾力、そして肌柔らかくするのが大人には大事です。ビフィズ菌、乳酸菌というね、発酵食成分、あとツバメの巣、あー贅沢、そう、ヒアルロン酸、もうこれね、世界の韓国の高級美容液エステの美容成分で、1日中メイクしながら美肌膜の中でパックできるの、ね、ファンデーションなのにこれだけの贅沢な美容成分でパックできちゃう、できるので UV カットしながら。で12色のコントロールカラーが顔の上にある何百色というくすみのボトルの AI のように補正してくれます。もういいとこ取りなんですけれども、必要なのはタール、色素、鉱物、ミネラルオイル、パラベンなどは使っておりません。ということで、もう残りますけど、そうなんですよ、もうとにかくものすごいご注文いただきました。ありがとうございます。もうね、とにかく1分半ほどお電話をお待ちいただいているようで、皆様ありがとうございます。お電話切らずにそのままこの番組ご覧いただきながら、ぜひね、お電話がつながるのをお待ちいただくか、ね、簡単に綺麗になれるってことを皆さんに分かってほしいんですよ。あれこれ高いものを買って、うん、はい、美容液、毛穴隠し、あとコンシーラー、ファンデーション、いろんな技で雑誌見て時間かけて綺麗になる時代はもう古いです。あら、そう、今やもういい美容成分と機能のものが入ったものを簡単にトントンってして綺麗になれる時代が来てるんですよ、うん、ですからアンミカさん信じて、あれこれ買わなくてもアンミカさんが12色のコントロールカラー入れてくれたから、うん、私の顔の上にある何百色のくすみのもと全部アンミカさんのコントロールカラーコンコンして勝手に透明感に変えてくれれば、うん、夏は日焼けしてくすむ、冬は青白くなるって方も大丈夫ですし、1年で肌色変わる方、確かに、はい、あと日中メイクしながらでもやっぱり美容液も塗ってたいわっていう方は、この美容液の成分が肌のクッションファンデじゃなくてプレートが入ってるから、うん、美容成分を 70% 近く入れられる、めちゃくちゃプレート高い今時代にね。なんですか？これが実は旧風紙で私のとこだけです。クッションファンデでこのプレートを使ってるのは、このプレートが入っているからこそ贅沢な美容成分を 70% 以上も入れられたってことですよね。しかも夏は肌がこうほてったり、あと私50代になるとやっぱり上半身に熱が溜まってきてメイク冬してても毛穴開くっていう方も、その毛穴開きをプレートでも肌気を引き締めながらメイクできて、とにかくお肌の色を選ばない、本当に皆さんにお使いいただけるということで、アンミカさんと僕は当然肌の色違いますけれども、僕も向こうに塗ってみたいと思います。ぜひぜひお願いします。開けてみますとこんな感じ、これが素敵なこのプレートだね。バラの柄で前回シャワー型だったんですけど出直るっていうことで失礼いたしました。薄くなりました、黒くなりました。はい、ということでプレートが入っているバラからね、この表面にね、2カップを乗せていただきます。そうなんです、抗菌バラ
5枚入ってますからね、これをね、このようにポン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 、見てよ、この一瞬でのこの綺麗なカバーなこと、で、12色のコントロールカラーで今 AI みたいに仕事してるんですよ。うわー、今何色ってあるけど、それを全部きめ細やかに透明感にしたの。とにかくこれ、これが韓国の女優さんの陶器肌の理由は、美肌膜引っ張ってあるから。で、これ光の反射均一になるからこんなツヤになって、見て、このシワに塗り込まない処方です。一緒にストレッチしてくれるの。でもね、本当に軽い付け心地、僕の肌の色ここですよね。ちょっとちょっと。この違いよ、この違い。30秒。あとね、身長より下にしてると普通血管浮いてきてね、まだらになるのに、このツヤ感が続くわけ。本当だわ。これが他にないアンミカがプロデュースする国内最高値の UV カットでありながら、ひんやりプレートで美肌膜で、これが光の輪になってリフトアップして見える。夏は皆さん実は崩れるのも悩みのもとなんですが、しっきり肌がたるむんですね、はい、ですからちょっとでもピンと張って見えるメイクをしていただきたい。なるほど。これはピュアリズコーラーニンジン使えるのはアンミカだけです。今日本で論文に紹介されたハリガン力成分で、中から外からピンって上げて見せながら美肌膜がピンですからね、はい。ね、もうとにかくね、本当にこだわり、アンさんのこだわりがいっぱい詰まったこのファンデーションなんですが、はい、どんなこだわりなのかと言いますか、はい、まずは形違いますよね。普通のね、あのむき出しのクッションファンデは山盛りあります、うん、キープしても内掛けがこのクッションファンデにおいてこのプレートを使っています。ひんやりさせて肌ケアが引き締めながらメイクできるし、この美容成分をたっぷりと仕込めることができる。むき出しだとやっぱり、あの気化していくと水成分が抜けちゃうので、蒸発しちゃうと、そう、しかも中に美容成分がいっぱいあるんですからね、入れられないということで、で、美肌膜、多角形パウダーで丸三角のパウダーのものが多いんですけど、はい、隙間できちゃいます、うん、これは多角形で手をつないで美肌膜になって、シワ毛穴、うん、本当ね、毛穴顕微鏡で見ないとどこ行ったっけって忘れちゃう、あの私老眼になっちゃってるから、ね、どんどんこれ使うと寄らないと毛穴が見つからないわけよ。綺麗ってことだよね、それだけね、すごく。美肌膜がシワに塗り込まないように一緒に表情と一緒に動いてくれて、その中に92種類のもう歯科成分とか植物幹細胞とか、あのツバメの巣が一緒に針断力を与えてくれて、もうこんなファンで見たことないよ。あっても高い。だってこれね、1万7000円ぐらいするんだもの普段。そうなんです。それが今日ね、5ヶ月で6000円、うん、で1月の乾燥してもちょうどこの美肌膜の中で、うん、パンに潤ってたいっていう時になくなっちゃうから、うん、買いだめおすすめします。ちゃんと返品交換可能ですから。あの説明をちょっとね、ご覧いただきます。こちらまず本体にあのファンデーション、クッションファンデーション、こだわりのクッションファンデーション入ってます。これ一つで 2.5 ヶ月使えるんですね、はい、さんね。その別にお隣こちら交換用の実はリフィルが一つついてあるということは、 2.5 ヶ月で5ヶ月分、はい、今から使い始めると1月ぐらいまで、来年の1月まで使います。ただ新年が一番人の出会いの季節でしょ。私のあの AI ファンで、私の顔の色の何億色っていう顔をね、こう AI のようにくすみカバーしてくれるの、どこ行ったのって時になくなったら困るから、だから買いだめがおすすめなんです。ぜひぜひ皆さんにセット3セットおすすめでございますよ。あとね、抗菌パフって実は前まで5枚セットで運善で売ってたのを今回つけてますので。5枚もつけてるの。そうなんですよ。抗菌のパフなかなかないから、うん、でね、これちょっと広げていただくと、はじめ鏡にあのシール貼ってあるから、私の鏡だけ曇ってると怒らないで、うん、ちょっと爪で剥がしてください。ここがね、アンミカさんらしい。ありがとうございます。すごい丁寧、うん、でね、これちょっとね、こういうふうにポンポンとするとバラバラがつくんですけど、これをポンポンすごくさっきから何回も重ねてます。何がいいってね、重ねても重ねても美肌膜同士が手をつないでまた膜になるんです。綺麗で、パウダーいりません。で、塗ってない方、下塗った方のツヤ玉、本当だ、全然違うでしょ、血管の浮きも。でこれもっとすごいのがジャボンとしちゃいます。うわー、つけちゃった、水びちゃびちゃ。それね、見て、掃除してるの、本当だ、汗水強いの、こうたっぷり浮ちゃん。だからね、あのちょっと部活で汗ガチなね、お母さんとか、うん、あの娘さんとか使っていただいても大丈夫で、この上からマスター塗っていただいても、うん、トントンすでまた美肌膜が一緒に貼ってってくれるんですね。パウダーいりません。あら、なんか塗っても綺麗ね。パウダーどうしても塗りたい方は塗っても綺麗です、はい。でもこれはしっとりしてるんじゃないの。こんなツヤが出てるのに、外サラサラが薄いってなって、美肌膜貼って塩になって、中に美容成分入ってるから、中に外にふっくらいいんですよ。何回塗り直しても薄付きのままっていうのがすごい。夏の夏、夏の夏、誰も注意してくれません。夏塗りになって毛穴開いても誰も
も毛穴注意してくれますよ。自分で気づくためにこのファンデ使ってみてください。はい、もうね、自分は自分で守らなきゃいけないからね。そうなんです、自分の肌は自分で責任を取ってください。と何度も言います、夏の肌トラブル、肌老化の原因は2割が加齢、8割が紫外線です。あ、聞きたくない。紫外線って気象庁のホームページに 2,3 時間おきに見直してって書いてるけど、一回メイクした上からまた塗るって大変じゃないですか。大変、これが何度塗り直しても大丈夫な UV カットです。うわ、はい、国内最高値で UV カットしながら近赤外線、ブルーライト、家の中にいるものもしっかりカットできるので、あ、すごい、朝起きた時旦那さんより30秒早く起きるだけで、そうだ、寝ぼけまなこと化粧水の後で顔上バーってこれ塗るだけで、うん、美肌膜の毛穴レスメイクとリフトアップとくすみカバーとパックと UV カット全部終わっちゃうのよ。すごい。しかも美肌膜はシワシミデコボコぶるかないよ。すごいね。なんでかっていうと、パウダーの形普通丸い三角なんですが、うちはジグソーパズル型なので塗った瞬間カットできないんです。隙間を作れない。あら、で美肌膜がラップしたみたいにピーンって顔の横引っ張ったみたいにピーンってなったら、うんうん、あの毛穴どこ行ったのって、光の反射均一になるから、韓国の女優さんみたいに抜きたまごとかポークみたいになっちゃうと、韓国の女優さんは何だって言ってたら、美肌膜ファンデ使ってるんですね。そうなんだ。この処方が日本で難しいから私韓国で使ってます。だから私も50代になると今朝の6時台からずっとメイク12時間してますけど、ツヤツヤです。全然崩れてないんですけど、顔の具が大きいからシワに縫い込みやすい感じするんですけど、それも一緒に使ってついてきてくれる。自分で疑問だったのは、アンミカさんってとにかくとにかくおしゃべりになるじゃないですかよ。そうだから最近人よりもものすごい動かしてるはずなのに、全然あのよれてないでしょ。こういう風にしないでしょ。こういう風にしても手の油でほら筋ついちゃうじゃないですか、うん、これはもうそのまま、気になるなと思ったらまた上から重ねるとパウダーいらずで、そのままずっと美肌膜が張り続けるので、でキュッと光集まって、リフトアップハンデですから、その名もで見て、近くに 3D 効果でこう持ち上げてくれるので、何度も言います、夏は肌が丸いの覚えててください。知ってる。だからリフトアップに美肌膜のハンデを探して使ってください。ただよそ見なんです。今日最安値ここにあります。12色のコントロールから、もう何度も言います、セリーさん、はい、私道端で、ね、会った時にあなたって勝手にキャッチして声かけたくなるのが、うん、肌色選び間違えたパンダ、そうでしょ、あの白浮きして顔大きく見えちゃってるとか、逆にくすんじゃってる方多いんですよ。わかるわ。であの今紫色のベース流行ってるからね、流行ってる、猫も着手も使ってるので、ラベンダーとかね、そう、顔青白くなっちゃって、あの大きく見えちゃってる方多いので、僕ちょっとじゃあ見てください、セリーさん。こんなものをご紹介します。今回アンミカのコントロールから12色、これ全部このファンデに入っています。何かというと、実は黒のメイクさんとか皆さん、自分は私たち女優さんのメイクさんです。これだけのコントロールから使ってます。あら、赤いリピア糖だとちょっと血管を取るわけだグリーンね、青色がちょっと切り澄みしてるわけだパープル、青色ちょっと悪いわピンクと、あと、あ、青熊ねって言ったらね、オレンジとか使うんですよ。いや、わからないわ、どこに売ったのよ、買いづらいだけど、そう、あとお金かかるし、どうやって使ってるかわかんない。だからこの中に入れちゃいました。皆さんは蓋開けてトントンスッとするだけで、顔の上にある何百種類何億色とも言われている肌ぐすみの原因を、この子が勝手に AI みたいに察知して透明感に変えてくれます。すごい。で、日焼け肌さんも大丈夫、色白さん、青白系、ピンク系の方もみんな透明感になるので、肌色選びの失敗がないファンデーションです。うわー、皆さん本当にこれ一つでですよ、あの美容成分のパックはできるわ、ね、リフトアップのように見せてくれる効果もあるわ、もうカラーコントロールなんて12色ですよ、12色のカラーコントロールが1つでできるんです、ね、これ1つでできるんです、皆さん。ただ1月出会いの季節もっと欲しいという方いると思うので、返品交換可能なので、もう未開封3年持ちます。お中元で差し上げてもよし、私買いだめ、おこがましい言い方ですが、今日は一番安くて送料無料なんでおすすめします。本当にそうです、皆さんこの機会にぜひですね、この次このお値段でご紹介できるのがいつになるか、本当に1年後でしょうね。1年後です。今回も1年ぶりなんですよ、約と、ね、いうのがプレート高いです。成分世界中で取り合いの成分使ってます、高麗人参、人参の指導、あの韓国青函省の PRG2 半分に乗ったアリザン力成分、これは日本でアンミカしか使えません。なんでって、はい、韓国行っても高いです。しかもプレートが高いんです。あのむき出しのスポンジじゃありません。このプレートは肌温度を冷やしながら肌毛穴引き締めてメイクできるから、冬でも肌ほてるわ、顔から汗が止まんないって方も本当嬉しいです。夏は特に嬉しいですね。はい、うん、
このようにですね、このパタパタパタしていただくことでアイシング効果みたいなことよね。そういうことなんです、うん、今これね、ちゃんと肌温度を測っておりますので、ちょっとサーモグラフィーで見ていただける。さあモデルさん、実践していただきましょう。そうなんです、使っていただきます。早いね。そうなの、お前じゃないから、皆さんだんだん使っていく方向って化粧水塗った後からトントンスープするだけで、有意義ピアノタクシーコントロールから有意義が AI みたいに察知して隅をカバーしています。はい、茶グマにはなんかこうオレンジとか顔色悪とか紫とか確認してます。でファンデーションにもなって美肌膜コマモナが手をつないでピンと張っていきます、うん、ピンってなってます。でツヤラマが生まれてるのは美肌膜が張っていくと光の反射が均一になるから、ハンディの原油さんみたいに抜き止めて光沢が強くなってきますね。顔のコントロールカラーと美肌膜が一緒に、で美肌膜はしっとりしてません、サラサラで中がモチモチになっています。スキー場の仕組みは植物幹細胞とか歯科成分が浸透してます。あ、できちゃった。落ちちゃったわ。うわ、早いわ。ちょっとビフォーアフター見てよ、見てよ、見てよ。あら、かつてはほら、いろんなところにもしかしたら気になる部分がたくさんあったこの方の。そう、こんなツヤ玉、ビフォー綺麗な方ですよ。でも目の下の2段になって、ちょっとジャグマどこよ。コントロールカラーと中から外からふっくら張り感、美肌膜の仕事すごくない？もうさ、このアンミカさん、このツヤ。ツヤよ。この若々しい、内側から出てるようなツヤ。もう若い時の忘れてるやつ。これは肌のキメが若い時って細かくって均一だから光の反射が均一になってツヤが出るんですね。確かに。これが美肌膜で整ってるんです。これ皆さんも瞬時にこうなります、うん、目の周りのちょっと段差ともちもち感よ。でこれね、ベトベトじゃないですよ。このツヤはサラサラです。なんかしっとりです。どんな方でも こんな感じ。そうで、色を選ばないんですよ皆さん、はい、肌の色を選びませんからね、はい、私は色白、私はね小麦色っていう方も実は皆さんこの一色で叶うんですよ。あ、ね、肌色選び失敗してる方は本当に日本の方で多いので、うん、もう12色のコントロールカラーが AI みたいに透明肌に導いてくれます。だからこれお友達のプレゼントにもいいよ、お中元とか。あれ、アンミカさんも周りにあげてるんでしょ。あげてるの。だって日焼け止め今さ 2,3 本5ヶ月分だったら6000ぐらいするじゃない。高い高い。6000の中元ってね、ハムとかねいいんだけど、別にお菓子でも食べたらなくなるしカロリーになっちゃうから、それだったら綺麗になるもので UV カットするものあげた方が嬉しくない？しかも今回は実質2つセットになっておりますから、はい、5ヶ月間使えるんですか？そうなんですよ、1月まで使えるので。ね、日焼け止めってね、ちょっと手がベタつくとか顔もベタベタするもの多いけど、これは日焼け止め国内最高値、近赤外線ブルーライトもカットしながら、うん、美容液パックもできて美肌膜ピンって貼って顔も小顔に見えるんだったら、あ、うん、げた人みんな喜ぶよ。絶対喜ぶ。しかもね、このつけ心地が本当に軽いですよ。美容液に色がついてるっていうスキンケア処方だからなんですが、これ作れる会社少ないです。でこれね、もっと喜ばれるのが、私メイクしないのよっていう人。日焼け止めもいいわ、美容液だけで色に家にいるって方も、うん、これ美容液パックしながら、じゃあこれ塗っててよと。そうか、それだけで日焼け止めも家でかなって、肌も綺麗に見えるんだったら美容液代わりに塗ったら美容液塗るより早い。あ、じゃあスキンケア感覚でこれはいつも使っていればいいってことよね、はい、そういうこと。塗ってれば張り弾力美容液で潤いも与えながら毛穴もピンパンで張って、みんなに褒められる肌が叶うの。あ、残りわずかのシワ飛ばしミネラルパクト、これね、もうね、あと少しなんですよ。ウェイトリストかなり、ウェイトリストも少しです。急いで、これね、うん、下の黄色は目尻、鼻の周り、口の周りの夕方茶色くなってくるとか、うん、普通のファンで塗っても5分経ったら浮き出てきますよ、うん、黄色だったらカバーできるの、うん、それに使ってパフがついてるから、うん、で上のツヤ玉のベージュとパープルは、うん、ぐるんぐるんって馬毛のブラシがついてます。そう、これでシワの上と骨の高いところぐるんぐるん塗ると光でシワが飛ぶの。すごい。ね、このパウダーの正体がセリーさん、皆さん、うん、美容液なの。美容液ミネラルパウダーなの。そうね、今ご紹介しているファンデーションとも相性のいいこのミネラルパクト、ものすごい人気集中しております。こちらね、こちらのファンデーションと一緒に買っていただきますと送料無料になりますから、ぜひ合わせ買いもおすすめです。ただしウェイトリストで本当に数があと残り少ないですから、欲しいなという方はぜひこちらのファンデーションと一緒に合わせ買いをおすすめいたします。もう何度も言いますが、日焼け止め塗るんだったら美肌膜貼って顔ちっちゃく見える、これ美容液塗るんだったら手を汚さず日焼け止めなしてくれる、これ。なんでファンデーション塗る方は日焼け止めの美容パックにしてくれる、これ。結局これなんです。
そうなの、結局これを選んでくださいということなんですけれども、はい、今待ち時間が少し、あ、待ち時間がね10秒になりました。今が皆さんお電話チャンスでございます。話聞き切っちゃってるからね。そう、さっき切っちゃった方は今お電話してください、はい、今お電話してください。1年出てきません。人気すぎて毎回ちょっと出しては売り切れて、本当にそうよ。で、美容成分とプレートが高くなってるので、今日最安値で抗菌パフ5つセットで前運線で売ってたのついてきますから、これがいい、はい、ね、ということで、もうとにかく買っていただいた方からはまあ嬉しいコメントいただいておりますので、ご紹介させていただきます、はい、進化してる。黄色も強くなく、白ピンク寄りの色でもなく、つけたて時と時間経過時の色の差がほとんど感じられない。マスクつけて帰宅した後、鼻部分も見てみたけどほぼ崩れてなかったです。密着度が長く続くの。そうなんです。香りもほとんど気になりません。気に入ってしまいました。はい、うち化粧品臭くなるんですよ。あのハーブのオレンジですっと効いてきます、うん、はい、で夏日焼け肌さんちょっとくすんじゃって冬白くなる方もずっと一年中使いますから。で、この今回のセットは5ヶ月使いますからね、はい、皆さん。そしてお隣行きましょうか。こちら美容液みたいなファンデーという方です。そうそう、保湿力があるのにベタつき感がない、不思議な質感。